じゃあ10球いきます。よっ、はい、はい、あと6球。これもう見方わかるかな、わかるかな。あ、もう忘れちゃってます。これ久しぶりに見る。技術的傾向、タイミング、再現性、総合評価みたいな。80点、一応 80% ぐらいがまあだいたいこうプロアベレージみたいな感じだけど、まあでも一番重要なのが実はやっぱりこう再現性だよね。実はね、同じことがどれぐらいできてるかっていうところが実は一番重要だったりすると。でも、あの、もう全然総合点も 87% って結構高いよねと。でもここにあるのは大きな癖があるよねと。オープン。サンドオープン。アドレスですか？アドレス、アドレス。アドレス G。そう。アドレス G が 3.1 度開いて構えますよと。インパクトに向かって 1.8 度、そう、変化、クローズで変化しますよと。だから、インパクトの時には 1.3 度開いて当たってますよと。で、これの、これの再現率は 93% ですよと言ってるわけですから、うん、だからミス、まあ、ミスするって言っちゃうのがミスになる。まあまあそうだね、引っかかりはしないよねと。でプラスその軌道に関しても少しインサイドアウト傾向があって 1.6 度、ですよと。間違いなく引っかかりませんというところでね。だからボールディレクション、ボールの打ち出す方向も 1.4 度右なんだけど、これってもうそもそもじゃあラインを読むときにも織り込み済みでこれを打ってる可能性もあるから、これだから入らないっていうわけでももうないです、トップ選手の場合は。ただあの今ただ何も考えずにまっすぐのラインに打つと 1.4 度右方向に安定して打ち出しているというだけです。これが入る入らないとかそういうのとはちょっと関係ないと。安定してる。まずはこれが上から見た時の軌道です。カットってさっき言ってたけどもみじんもないね。なんならインサイド、インサイドアウト傾向、わずかに 1.6 度です。めっちゃ練習しました。あ、これを練習してたのね。これが逆っぽかった、逆みたいな。そっか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 、それは良くないよっていうんで、うんうん、まあそうだね。あとこの辺もこう逆にここを矯正できるんだったらフェース向きに関しても矯正できなくもないのかなっていうのと、うん、まあ問題が発生したらね。ただあとタイミングも正直ほら来週日本オープンで思ったところに打ち出てさえいればあんまりこういうのって問題にはならないから、その時にもし右プッシュが多くて困っちゃうっていう状況が発生したら、じゃあこういう練習しようとかっていうのはあり得るかもしれない。ただ 今ではないということです。これも安定してる。インパクトスポットも見事なまでに同じところ、ほぼセンターもしくはコンマ先、まあ、でもこれも全く問題ないです。で、アッパーブロー量3度、まあ、さっきカット軌道をカットからめっちゃ直したって言ってたのがもう分かるぐらい、軌道もほぼストレート、若干インサイド軌道ですけどほぼストレート軌道になってアッパーブロー量が増えましたということなんでしょう。カットから直ったわけだから、で打ち出し角が 1.6 度、球が少し上に上がりつつ順回転してるっていうことですね。で結構大事なのがこれ、これもいいですね。これ前後10センチのローテーション量なんだけど、アベレージより大きいけど相対性がすごく重要だから、インパクトの手前10センチ前はからはですね 2.5度クローズイングして、当たって当たった後に 2.8 度クローズイングして、まあ 2.5 度と 2.8 度なんでかなり相対性が高い、非常にいいストロークだということが言えます。うん、これすごいね、これビビリ。あのフェースアングルのこれトップからインパクト最後に行き着くまでのこうフェース挙動の変化ね、トップの時には約5度オープンからこれ縦軸インパクト、インパクトこれフィニッシュ、ストロークの幅もそのポジションでのフェースの開いてる量ももう全部一致してるから、これやばいよ。このあんまりいないから、
あのこの症状の人あんまりいないから。でこれちょっとね、本当にこうプロでもイップス傾向がある人とかっていうのをバーッと手の震えとかがここで出るのね。ちょうどすごいからもうブワーって動いちゃうからね。だからこの辺はもう見事なまでに何もない、本当に10球打ったと思えないぐらい。どうなるんですか、その震えが入ると。あ、後で見せてあげる。あ、ちょっと今後で、あ、今見せてあげる。誰とは言わないよ。誰とは言わないけど。名前見えてるっすか。じゃあこっちだけね。そっちは後で、あの、そのデータだけ見せてください。これは、これがだからもう、ほら。でこの辺は全然すごく、なんていうのかな、うん、まあそれほどそんなに変じゃないでしょ。変わらないです。だってストロークも安定してるでしょ。うん、打点もすごいじゃん。ね。あ、すごい。この子すごい上手だなと思うでしょ。でもここから。え、やばいでしょ、驚きでしょ、すごいっすね、ぐわーってもう一瞬で僕のデータを忘れちゃったわけですよ。どんな話忘れちゃったんですか。そう、だから あのもうそう、でも今のこれがインパクト値ですか、この線が。そう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 、だからそのストロークが良くても当たるところが良くてもフェースコー挙動がコントロールできないみたいなのって起こるわけで、もちろんゴルフってこうね、メンタルのスポーツだからいつでもそういうことっていうのは起こり得るわけだけど、まあ和樹にはその傾向は全くない。ひなちゃんも見てるんですか。あ、ひなちゃんはここにねデータ測定来たの。そうそう、ひなちゃんはそうそう、ひなちゃんはここにパターの、パター超すごい調子悪いから見てくださいみたいに出て、そうそう、その時にそうなんです。でもね、こうチェックにはいろんな人が来ます。ちょっと待ってね、和樹のデータに戻る。だから今こういう状態だと、その正直試合に行くにあたって自分のやるべきことが安定してるっていうことがね、多分再現性が高い状態だから、この状態だったらこのまま入っていった方がいい。そうしたら今自分のこう打ったらどういう方向に球が出るかっていうことまで含めて管理できてる状態でしょ。悩んでないからこうなんだから、だからもうあえてその悩みの量を増やす必要性はないと、自信を持っていくべきだよね。でこのタイミングに関しても10球とも見事なまでに、まあ、一致してるということ、まあ、この辺も全く問題ないですね。でさっきのこうね、不健康な血液データとか見てると、いかに自分が健康かが分かるでしょ。まあまだそういう悩みはなかった、震えたりっていうのはないんで。そうそうそう。だからあとはもう、もし例えば、ね、今の状態だと、普通にまっすぐのラインからすると、わずかに右方向に打つことに対して、まあ、安定して打ってるから、なんならだからフックラインで右に出すのが得意だとか、そういう話に。うん、なる可能性があるわけじゃない。で、可能性としてはじゃあスライスラインの不得意な可能性もありえるよねと、現状だと。で、もしそういう問題点、ラインによっての得て増えてが発生するとすれば、じゃあそれこそストロークが直せるのであればフェース向きに関しても、直すという努力をいつかはしてもいいのかもしれないし、それはそのまたオフとかかもしれないし、今ではないっていうことだよね。構えの時のフェースの向きの、うん、調整はできるかもしれないですね。あ、そうだね、はい、その調整した後でこのまたここはどうなるかも気になる。でもそこ今自分で右に向いてる、今インパクト時でここでデータで見ると、アドレスの時に、まあ、ドンと3度オープンなわけだよね。で仮にゼロにならなくてもインパクトの時に 1.3 度オープンなわけだから、うん、このアドレス時の時の3度オープンは少し改善された方が当然球がまっすぐ行く可能性が高くなるわけじゃない、うん、だからフェース向きに関しては少しチェックをしてまっすぐ向けられることをやっても、まあ、確かにいいよね。ちょっとじゃあやってみようか。はい、井上徹ゴルフ大学チャンネル登録お願いします。よかまえてカップセンター黒に合わせるんですね、うん、ラインじゃなくて、うん、あ、ちょっと待って、いいよ、これ外しちゃおうかな。はい、センター、はい、大丈夫、はい、右だ、一応まっすぐここね、ちょっと視覚的に覚えて、はい、フック3番右3番、はい、OK、 右3番、うわ、左2番スライス、うん、スライス2番、
ん、OK。 じゃあ右縁、右一番のやつ、うん、右一番、え？結構自信あったの。これ完璧だの。普段のルーティーンってこれ置いたりしてる？置いたり置かなかったり。置いたり置かなかったり。で、やっぱり線合わせても、うん、まあ、長ければ長くなるもそうなんですけど、ショートカットしか基本置かなくて、なぜかというと左向いてる気がしたんですよ。ああ、わかる。でも右向きたがるからか、うんうん、合わせてるんですよ。後ろからこうちゃんと合わせてエンポイントやってこのポイント合わせてるんですけど、うん、いざ構えてみると、うん、左向いてるって感じちゃう。ああ、試しにこれじゃあ右の2番に合わせて、うん、これに対してフェース向き合わせてフェースアングルチェックしてみようか。じゃあ一応2番、右2番合わせるの本当に苦手なんですよ。そうだよね、うん、はい、じゃあまあ一応それにそれも基準にして右2番にアライメント取って、やっぱ左向いてますもんね、うん、どっちを信じるか。ここです。大丈夫ね、はい、左向いてる。ほら本当に左向いてる。これもこのばらつきも怖いけどね。怖いですね、うん、じゃあ今度また生で2番。右2番いくよ。はい、大丈夫ね。 OK です。 OK、 いいね。じゃあ今度は左縁1番。はい、いける？ OK です。はい、うん、まあまあまあまずまずだよね。そう、でもこの精度がやっぱり上げていくことが大事だなと思うね。その軌道が多分前もクラブフェースオープンだったからカット軌道でうまく打ててたっていうのがあって、でナショナルのところのチェックでカット軌道が過ぎるからじゃあ直しなさいって言って、でも今度ほぼストレートだけどわずかにインサイド軌道が残ってフェースオープンが残っちゃうとこれ右しか行かないから、ってことはこれ当然フェース軌道を直すってことはインパクトの時のクラブフェースはスクエアが前提になってるから、まあそうであれば当然ながらアドレスの時のフェース向きまっすぐだってガレスもそういう方針だったでしょ。いや俺もそう思うよ。でそうだとするとこれフェース向きのチェックとかトレーニングとかはあの、まあ、ここに来てやってください。あるから物はあるから。はい、もう一回左3番。行くよ。OK です。はい。OK、いいね。だいぶ精度高い。右3番。OK です。はい。論外って。まあ論外ってまあまあまあ。お。センター、センター。真ん中。うん、まあ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 、うん、そうだね。スライスの方はそうでもないけどフックの方がちょっと深く読むとかね。でこの辺のこうラインによっての癖とかも、まあ、しっかりチェック しておくべきだし、だから全部ダメとかそういうんじゃないんだけど、あの、まあ、ストロークがねあそこまでこう安定してもうすでに直し終わってるからあそこまで安定してるわけじゃん。10球連続あの軌道になってるってことは相当努力して安定してる状況まで持ってってるわけだから、フェース向きのトレーニングとかに関して言うとね、こうやっぱりねトレーニングやらないとプロでも70点ぐらいまで落ちるんですよ。でやってる時には90点ぐらいまで上がるのね。なんなら100点近くまでいくんだけど1ヶ月やらないと80点ぐらいまで落ちるんだよね。だから結構まめにそのクラブフェース向きのこうチェックとかをやらないと、浅い位置のバッティング練習で、うん、クラブ向きをチェックする練習法ってありますね。このレーザーとかは持ってなくて、だからほら松山とかがやってるみたいにとりあえずほらフェースあれってタッチしてるじゃん。当ててフェース向き当ててまっすぐ練習器具にカチッと当てて、うん、このビー玉をそうするとあれって一応あの線に対してまっすぐ構えて
まっすぐ当たってるから抜けるっていう話になってくるわけでしょ。だからフェース向きが連動して、フェース向きが直角になるっていうことを前提にした練習器具だったら、一応全部そこを目的にしてる。そういう練習器具って山ほどあるじゃん。別に松山くんがやってるものだけじゃなくて、たくさんその類の練習器具ってあるでしょ。レールのやつも線引きってあれに合わせる。あ、そうです、そうそれでもいいし、いっぱいあります。だからもう本当にそれの中の一番使い勝手のいい練習器具を、まあ本当に使ってくれればそれでよしって感じ。まあこんなんだってそうでしょ、全てがそうですよね。こういうのもそうだし、こういうのもそうじゃん。こういうのだって置いて ここにぴったりくっつけるってことが前提でしょ。で、まあ置いてて、これも、まあ、ここに T でも刺しとけば打ち出しがしっかりしてるってことじゃん。で、これがまあ真っすぐ見えるかどうかとかさ、そういう話だよね。自分で合わせてみて。これもまた似合ってる。何？ちょっと待って。もうそうしたらこのビデオのこういうのでさ、ちょっと待って、こうやってこれをこう建物のとこでこうやって直角に合わせるね、まず、うん、こうカチッとね、カチッとこうやってやってこうね、こう止めて、でこういうとこで合わせて、でここに向けて、例えばまっすぐだったらここまっすぐじゃん、うん、そう、紐よりも簡単だから。紐ってこれ、うん、まあ、あの手間がかかんないから手間かかんないじゃん、まっすぐだから。でこうやってちょっと動いたりさ、はい、どうぞ。はい、まあこれ実際ラインまっすぐじゃないからね、フック左外れちゃうけど、まっすぐだったらそうみたいなね。まあこういうフェース向きと、まあ、目標がこう分かるような練習器具だったら、全部そのフェース面を気にしてることになる。これでもやってるんでしょ。これはこういうもの、あれやってますスタート前にやってますけど。そうだよね、そうだから一応ああいうのやってれば、本来あんまりフェース向きが右に向いててっていうのはぴったりくっつけてればなんないはずなんだけど、もしかしたらぴったりくっつけてないか。くっつけてんの？ガチってくっつけてんの？そしたらちょっとまたラインに対してもありえるよね。例えばフックラインはこうとか、スライスラインはあの意外と、さっきも左にやる分にあんまり誤差なかったけど、右にやる分にだいぶ大きくやってたから。そうだよね、もしかしたら意識的にラインより外側に向いてる可能性は。それはある、それはあり得る。だからあのラインによっても得手不得手があって、逆の人もいるからね。スライスの方がこう何なら厚くやって、フックの方が厚くやらないっていう人もいるし、この辺はもう全員が全員そうだってわけじゃないから。ただ普段そのやるんだとすれば、まあやっぱりこういうのが一番手軽ではあるね。そうじゃなきゃこういうレーザーで、まあちょっと自分で確認するとか、キャディさんにどうやって確認するとか、そのぐらいが一番いいよね。これが一番簡単だと思います。トラックマンのパッドはどう思います？使ってないんですけど、一回押してもらったら思ったんですけど。いや、いらないですね。いらないですね。トラックマンのパッドは、まあ、いわゆる回転とかね、はい、回転とか、まあ、いわゆるどっから回転に入ったかっていうのを表記してるんだけど、あれもだから言ってみれば再現性じゃん。じゃあ例えば、安定していつも回転がいいか、いつも通りの自分の回転であればいいから、回転がいい方が入るとかそんなんじゃないですよね。だからあんまりそのトラックマンのパッティング機能はあんまりこうレベルには反映されないかな。それよりはオーソドックスな練習の方がはるかに関係する。こう、まあ、こういう方が全然大事思うでしょ。その辺で多分、あ、これ入るかもしれないっていう、うん、多分これ入んないかもしれない違和感があるうん、もっとちょっとフェースの向きが合ってなくて。そうだね、あるかもしれないですね。そうだから、あとはこっち側にガラスを貼って反射を使ってやるんだけど、こっちもちょっとやってみな。ここでもうちょっと近づいてくれる？これだとロフトが評価、ごめんね、その辺2メーターぐらいのところで。じゃあ真ん中、
ここから今度レーザー当てるから、まあ、ロフトゼロだったらここに戻ってくるんだけど、向けた OK です。あ、ごめん、ちょっと待って、いくよ。はい、素晴らしい。じゃあ3番そうそうそう。そう、だからこれは何を示しているか、ちょっとロフトはもちろんついてて、そのぐらいでいいんですよ。あのマイナスロフトになると地面向いちゃうから、ゼロロフトだったらここに戻ってくるっていうだけだから、まあ、もちろんちょっとロフトついてるのは普通ですね。で3番 OK です。抜群。そうだね、まあ、だからちょでも精度だいぶいいと思うよ。もう一回もう一回あれやったら今のやつでもめちゃくちゃ数字少なくなってるから。いや、あのパッドラボを今これやった後にやるとフェース向きめちゃくちゃまっすぐになるから、だからすごく短期にその短期で変わるから、でいい意味でこう必要なだけは癖がまた復活してくるのね、ふわっと結構短期間で。だから結構こういうのっていうのをまめに、例えばそうだな、月に1回ぐらいはやって、そのあまりこう大きく外れないようにして、1ヶ月に1回ぐらい定期的にやってるとあんまりひどいことにはならないよ。でしょっちゅうやりすぎるとナーバスになってうまくいかないし、なんかこういうのの適切な距離感っていうのかな、いい頻度でやるのがすごい大事かも。でもあの来週頑張りますあの勝てるよ、うまいよ、いつもうまいよと思うよ。頑張ります2本分前にアップしちゃうから俺はい、いやでもよかったよ。どうなの、まだあんまり悩んではないでしょ。まだ悩みはないです。まずさっき言ったドライバーのちょっとその誤差、うん、そうだね、大きさはあんまりないけど、うん、ちょっとブレるっていう部分、そうだね、と、まあ、そのクリーンの時にやっぱり右パッと、アイアンに関してはあそこまで、うん、今はない。パターはやっと良くなってきたけど、うん、それはどうにデータ的にどうなんだろうっていうところで気になってたっていう、うん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 、あのいやストロークとかはしっかり直すべきところは直してたんじゃない。だから今のフェース向きの傾向とかはしっかり頭の中に入れて、例えばフックラインで右に外れたとしたら、あ、やっぱり俺はちょっとそういう傾向あるのかなとか、その理由付け、自分がミスした時に、今日のデータをどういうふうに頭の中で整理するかじゃない。だから、まあ、別にそれをこうミスした時の、ね、理由付けとしてちゃんと今日のデータが使えればそれでいいと思うよ。でまたなんかこう頭の中が、あ、なんかこうちょっとこういうのどうなってんだろうとかって疑問があったらまた来てくれればいいよ、いつでも測るよはい、これをガラス外して、うん、外して、いやー面白いね、プロのデータって面白いよやって楽しいです、なんでもあるから、あのまた撮りたくなったらおいでよ、いつでも、ね、こう、ここでは全ての数値を取ることもできるし、でドライバーなんかももう持ち味はその明らかにそのなんていうのか、ドラコン系のタイプじゃない、球をこううまく潰しながらコントロールするタイプのプレイヤーだから、振りに行ってアッパーでキャリーが出てくる時ほど自分のゴルフのプレースタイルが少し壊れていく可能性が高いと思う。だからそっちの方向に行かずに290のキャリーが打てるようになるプランを道具と、ね、例えば、まあ、メーカーさん BS さんとかと一緒に連動しながらやった方がいいね。うん、あの結構こうしっかりと個性があるタイプだから、なんか単純にこれがベストな飛距離ですとか入射角ですとかっていうのを話すのはあの絶対にダメだと、やればいくらでもできるけど、それをやるとコンディションが落ちる感じがすごいあるね。もうすごくいいスイングというかね、いい個性だから。そうだね。そうね。変にさ、だっていいよ、アッパー5、だから例えば飛ばそうと思ったアッパー5とか6とかでさ、
キャリー310とかもなんか打てる気がするよ、ポテンシャル的にっていうかフィジカル的に打てる気がするけど、それをやっちゃうとなんかこう風に強い何でもこう器用にこう球操作できる和樹のゴルフではなくなっちゃう感じがするね、うん、そこをあんまりできないというか必要ないと思います。はい、頑張ってください。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。